はい、はい、ファミ通攻略ウィキ、はい、ファミ通攻略ウィキ、ファミ通攻略ウィキ、はい、パワープロ強化合宿、はい、第11回、はい、春 A 高校編、はい、来ました。はい、解説 は、ね、晴れてます。待って待って待って、あの僕長谷川って言うんだ。あ、長谷川って言うんだ。テクノ長谷川って言うんだ。あんたも長谷川って言うんだ。うん、じゃあ君も。僕はメタル村田と申します。全然違う。はい、じゃあ、はい、よろしくお願いします。今日は快晴なんでね。はい、それが言いたくてしょうがなかった。非常に晴れております。いい天気だ、ね、なんでね、まあ、この春英高校の背景みたいな感じですね、うん、青空、うん、ということで、はい、行ってみますか。はいどんなフリやん。まずはこちら。はい、はあ、入れ替え試験。お、これはね、まあ、定期的に入れ替え試験があるんですね。はい、でそれ失敗すると、あの2軍落ち3軍落ちしていくと。あ、なるほど。いうスタイルですね。1から3軍まであるわけですね、春英。そうなんですよ。なかなか選手層が厚そうなと思うでしょ。はい、まあ、選手層が厚いということは特に、明記されておりません。あ、ないんだ。だもしかしたらモブがいっぱいいるかも。いっぱいいる可能性は高い。可能性はあります。そうですね。まあ、なんか、うん、これ雑用。はい。これまあ三軍はね、雑用のみ。これ辛いですね。ええ、練習できないです。まあ、だからまあ現実ですね。なるほど。まあ、僕実際三軍いたことないんでわかんないですけど。二軍にも一軍にも特にいたことはないですよね。そうですね。まあまあまあ。これ雑用で経験点ってもらえるんですか。あ、まあまあ、スズメの涙程度。わずかばかりの、はい、まあ、スズメが泣くとしての話ですけど、はい、そこの過程はいらないですから、はい、大丈夫です。かろうじて、まあ、こぼれるかこぼれないかぐらいの、はい、でしかも、この画像みたいに、はい、体力が減ってる時は、休みます勝手に雑用も休んじゃっていいんです。そうですと思ったけど、疲れが溜まってるから今週分やめておこう。それパワープロボのやつに寄せてる。そうそうそう、そうちょっと寄せてみました。岩佐さんのね、これはクズですね、これは雑用は雑用だって言われてんのに ね、やんないと疲れ溜まってっからいいや、まあ、結構ボール磨いたりするっていうのが多いですね。なるほど。雑用コマンドでは。で、次が岩見から特殊能力コツもらえますと。あ、もらえることがあるってことですね。あ、なるほど。まあ、一緒に練習してたまになんかこう、まあ、もうちょい練習するみたいな煽りが入ってくるんですね。はいはい。まあ実際ね、野球部やっててコーチにね、お前もうちょっとやるって言われて、やんないですって言えないでしょうけどねまあそうですね、でまあ無論体力消費してまあ多少経験点がもらえて、はい、で一軍だと、まあ、たまに、特殊能力のコツがもらえるとことがあると。はい、なるほど。なっておりますね。だまあ、レーザービームとか、ね、そうですね。だまあまあ手のいいパワハラみたいな感じでしょうねお前やるっしょみたいな。まだまあまあちゃんと特納をもらって結果出てますそうですね、確かに体力だけ減ってたらもうね最低ですもうダメですけど、で、これ呼び戻しですね。はい、まあ、これ一番大きい特徴ですかね。なるほど。あの11月1週にあのみんないなくなります。あ、イベキャラが。そう、みんないなくなっちゃう。じゃあなっつって。これ全員ですか。あ、まあ西が小平は残ってますね。あとマネージャー。あ、なるほど。2人とマネージャーだけ戻る。はい、残る。で他のやつらもうチリチリですね。3っつってあの中忍試験みたいな感じになっちゃうんですよいなくなるんでね。なるほど。でそっからまあ耐えて2月以降に呼び戻すと、あの呼び戻した時に特殊能力のコツをくれると。あ、それぞれ持ってきてくれるんですね。はい、なるほど。土産だっつってくれるんです。はい、どこ土産なんだろう。ちなみにこれまあキャラによってそのなんていうんですか、1打席勝負になったり、はい、まあ確定で戻ったりみたいな。ああ、なるほど。戻す時に条件付きのキャラも。そうなんです。いるわけなんですね。はい。まあ、長谷川さん呼び戻されたことありますか呼び戻されたことありますかって初めて聞かれましたけど、どういうことですか。なんか前職からちょっともうマスターアップ前カツカツで人が足りないから戻ってくるみたいなリアルなやつ話とかでそこ、それで思い出したんですけど、はい、断られることとか あ、ありますよ。
その、ま、条件失敗した時とかあとまあ完全にランダムで成否が出るやつがあるんですね。あ、なるほど、それもなかなか辛いですね。そう、だからあちょっとまだ無理だわっつってアバウトに断られることがありますね。アバウトに、はい、なるほど。そうですね、まあ僕も呼び戻されたことはあんまりないかも。あのまあ大抵ないだろうなと思って聞き返しはしなかったんですけど、やっぱないかもしれないですね。まああのあれですね、無理して、だからまあ、あるとしてもまあそういうあれでしょうね。 あるんですか。だからまあ女性関係とかでしょうね。はいはい。でこのコマンドは、3月2週で使えなくなりますので、はい、気をつけてください。そういうことですね、まあ、ちなみに3月2週になるとみんな帰ってくるから、はい、もう呼び戻さなくていいんだよっていう。なるほど、もういいんだよ、ちゃんと戻ってくるとってことになりますね。で、あ、これ月通学園が呼び戻されてきましたか、これどっか行ってたんですか。月通学園、お、毎月第2第4月曜日に呼び戻される、はい、呼び戻されるやつですね。月2で呼び戻されるやつ、はい、呼び戻されるやつ。で今までの放送のリンクも本動画の説明文の何で呼び戻されますので、なんでね、ガンガン呼び戻してください、過去の記憶をね、はい、ぜひ呼び戻していただければと思います、でついでにこれ呼び戻されたのが攻略ウィキ、これが、呼び戻しウィキの呼び戻しは呼び戻しと。そうですね、こちらから呼び戻してくれと、呼び戻すと、まあ、いつでも呼び戻してくれよと、はい、感じですね。そういうことですね。別に僕らがね実際に呼び戻されるわけじゃないんで、はい、そこはもう忌憚なく、はい、もう遠慮なく呼び戻して、うん、使っていただいて、うん、ということですね。そうですね。で特納のコツは特にもらえません。そう、まあ、2月以降だったらまあ考えてもいいですね。2月以降、いやもうすぐにでも使ってもらって。そうですね。はい。で、次、はい、次回の内容が太平楽ですね。お、太平楽、はい、このねしぐれちゃんにいじめてもらうのはいいですね。オイラの特権でやんす。いや村田さんね、こういう画面のね選び方が本当にいいですね、まあまあまあ定評のある画面選び、うんですわ。もう謙遜しない。ここはやっぱりね、あの太平楽の一の名場面といっても過言ではないそうところですからね。しぐれちゃんがね、うわ厄介な人だわっていう感じの顔してんのがまたいい。いいですね。あとこのパワプロくんのね、そうそうそう、いい顔、ひょえーってなってる顔ですね。はい、というわけでじゃあ次回そのあたりも、はい、掘り下げてちょっと矢部くんがね、はい、どういうあの好みなのかとか、はい、あとしぐれちゃんがねどんぐらいこうエスっ気があるっていうか、はい、どんな風にいじめてくれるのか、そうそうそう、どう攻めてくれるかっていう、はい、その攻防が、まあ、見どころでしょうね。太平楽、そうですね、その太平楽という名とは裏腹にね、裏腹にね、ええ、特権の奪い合いみたいなところがありますからね。そこがしびれるんですよね、しぐれちゃんは。もう憧れますね。憧れちゃうね。じゃあというわけで、そうですね、はい、はい、今回も、はい、解説 はテクノ長谷川とメタル村田でした。はい、はい、次回もよろしくお願いします。よろしくね。ご視聴ありがとうございました。しぐれちゃんにいじめてもらいましょう。はい、はーい。